妻には化けだぬきっていう妖怪がいるらしいの。どんな奴にも化けられるんだ。確かにそういう噂を聞いたことある。変化の術って不思議だね。もしそいつがオイラの姿になってお前を騙しに来たらどうする？ああ、オイラ心配だ。心配しないで、見分ける自信はある。待って、わかった。私の財布が心配なんでしょう。そうだぞ。うわあ、違うぞ。オイラは単純に お前の身の安全をだな。ふん、そんな目でオイラを見るなよ。それよりも対策を考えるのが先だぞ。オイラが二人いたらどうやって本物を見分けるんだ。ええってなんだよ。ほら、こうやってツッコミをするのが本物のパイモン。はっ。